皆さん、メイカーズラボ豊橋をご存知ですか？メイカーズラボ豊橋は最新のデジタル工作機器を一堂にラインナップ。これらの機器を活用して皆さんが考えたデザインやアイデアを皆さんの手で実際に作り上げるものづくりの拠点です。平成27年11月豊橋サイエンスコアの中にオープンし、誰でも利用できて体験講座や機材講習会などが大好評。運営はサイエンスクリエイトが行っています。こちらが豊橋市西みゆき町にある豊橋サイエンスコア。メイカーズラボ豊橋はこのビルの1階にあります。まずはスタッフの竹本さんにお話を伺ってみましょう。メイカーズラボ豊橋では様々なデジタル工作機械を用意させていただいています。これらのデジタル工作機械はデータがあれば誰でも気軽に何回でも物を作り出すことができます。メーカーズラボ豊橋に来ていただければですね、これまでのように一部の人に限られていたものづくりというものを一般の方でもですね、気軽に経験していただくことができます。またですね、メーカーズラボ豊橋ではデザイナーさんやプログラマーさん、技術者やですね、研究者の方、一般の市民の方もですね、様々な方にそれぞれの目的に応じて利用していただくことができます。またですね、利用者同士で交流していただくことで、一人では生み出せなかったものをですね、新しいものづくりとして作り出すことができます。そうすることで、将来的にこの地域のですね、産業を担うものづくり企業家がこのラボから出てくることを期待しております。それでは誰でもものづくりにチャレンジできるメイカーズラボ豊橋のデジタル工作機器をご紹介しましょう。こちらは 3D プリンタのラインです。この 3D プリンタは溶解した樹脂を 0.25 ミリずつ積層して造形するもので、15センチ四方、高さ28センチほどのサイズまで作成できます。こちらも溶解した樹脂で 0.25 ミリずつ積層していきますが、30センチ四方、高さ45センチほどまでの比較的大きな立体を造形できます。こちらは光造形のプリンタで、積層ピッチは25ミクロン、12センチ四方、高さ16センチほどまでのサイズですが、きめ細かい高品質の立体を造形できます。こちらは自動車や家電製品などに使われている ABS 樹脂を使用して造形するため、精度や耐久性に優れた立体を作成できます。造形サイズは縦15、横20、高さ15センチほどで、積層ピッチはおよそ 0.25 ミリです。こちらはレーザー加工機です。アクリルや木材などの平面的な素材を切断したり彫刻することができます。シートカッターも導入しました。塩ビシートやマスキングシートなど多種多様なシートを簡単にカットできます。こちらは CNC ルーターです。看板の切り出しや文字の加工などもできる大型の切削加工機です。デジタル刺繍ミシンも用意され、写真やイラストデータを刺繍できます。もちろん本格的なソーイング機能も利用できます。
こんにちは。今日は晴れのち曇り。曇りで終わればいい。こちら、人と会話し動くロボット、ペッパーは、プログラミングによってさまざまな受け答えができます。その他、4K の撮影も可能なドローンなども導入され、利用することができます。ご紹介した工作機器の利用には料金が必要ですが、お得な会員制度もあり、詳しくはメーカーズラボ豊橋のホームページをご覧ください。またメーカーズラボ豊橋ではラボ見学ツアーをはじめ、デジタル工作機器を活用したさまざまなイベントを開催しています。こちらは 3D データを作成する講座ですが、見学や講習会、体験講座などの利用はすべて予約が必要です。これが近郊用の。それではどのようなイベントが行われているのかちょっとご紹介しましょう。こちらは 3D プリンターを利用してオリジナルジュエリーを作る体験講座です。ジュエリーメイキングの基礎知識やデザイン技術の習得、 3D データの作成、 3D プリンターによる出力、鋳造した作品の仕上げなどを体験します。またデジタル刺繍ミシンの体験講座も行われています。今回は刺繍ミシンで作るアクセサリーということで、ブレスレット作りに挑戦。まずはパソコンでイラストを組み合わせ、データを作成。データを取り込んだ刺繍ミシンで刺繍を縫い上げ、金具をつければアクセサリーの完成です。このコンピューターに関しては電源入れてすぐ使えるというところが非常にお手軽で分かりやすいからというところが特徴。こちらはいちごジャムというプログラミング専用パソコン。初心者向け子ども用のパソコンですが、ご覧の講座は子どもたちに指導するインストラクターを養成するものです。このパソコンは構造がシンプルで、子どもたちがプログラミングに集中できるよう設計されています。また工作機器の見学会も開かれています。こちらは CNC ルーターの見学会。 CNC ルーターの切削能力やどんな加工ができるかなど詳しく見ることができます。このほかレーザー加工機や 3D プリンターの見学会も随時開かれています。さてこちらはソフトバンクロボティクスの人型ロボットペッパー。このペッパーを活用した体験講座もあります。ペッパーに喋らせる簡易ソフトの基本操作を学び、ペッパーに動作をさせるプログラムの作成や制御構造を学んで、ペッパーと触れ合う体験ができます。後ろに動きます。お、動いた。おしまいもう終わっちゃうの。どんどん調べたりして意味も分かるようになってくるし、とてもそういうところで英語とかの勉強にもなるし、同時にロボットやそのプログラミングとかの勉強にもなるので、とても参加してよかったなと思います。
イベントとかでよく見るペーパーくんを間近で見られて、しかも自分でプログラミングができるということが楽しかったです。作ってる間に試行錯誤して正解にたどり着いた時ぐらいの喜びがいいと思います。さてメーカーズラボ豊橋ではハッカソンの開催にも力を入れています。ハッカソンという言葉はハックとマラソンを組み合わせた言葉です。提示されたテーマに対して決められた時間の中で自分たちのスキルを活用して何らかの成果物を得ることを目的とした参加型イベントです。もともと IT の業界で始まったこの活動を、ここメーカーズラボ豊橋ではものづくりと絡めて、新しい開発のきっかけや、会員同士のコミュニティ形成に向けて取り組んでいます。またメーカーズラボ豊橋ではここで生まれた新たなアイディアをラボにある知財ですぐに簡単に形にすることができます。ですからメーカーズラボ豊橋のハッカソンは、一人では難しかったものづくりでもみんなでアイディアを出し合い、チームで新しい形を作っていくことのできる、誰でも参加できる、イベントとなっております。現在豊橋産大学学生まちづくりハッカソンが開催されていますが、産大学の一つ豊橋技術科学大学では多くの学生がメーカーズラボ豊橋を利用しています。僕学生なんですけど、ここに来る人は社会人だったり小学生中学生だったり、いろんなものづくりに関わる人たちが集まってくるので、そこでいろんな意見の交換だったり普段交流しない人たちと話ができたりするのがとてもいいことだと思います。はい、僕は結構パソコンでデザインをするんですけど、実際に作るっていうことはあんまりなかったので、ここがあると実際に自分で一つのものを作るっていうことができるのでとても嬉しいです。はい、私の研究室でも 3D プリンターやレーザーカッターといった機材は持っているんですが、そこを利用する人というのはやはり研究室の人間だけになっております。なので、こういった公の場に設置されている機材は企業の人や、一般の方、いろんな人が使われに来て、そこでさまざまな交流が行われたり、いろんなお話を聞けたりするので、その点はすごくいいと思って利用しております。私が個人的にものを作りに来た時にちょっとうまくいかないことがあったりするんですけど、そういう人にこう同じ場に利用しに来た方にちょっとお話を聞いてみると、また違った視点でいろいろアドバイスをくれたりするので、その点はすごくありがたいと思っています。引き続きラボを利用される方に対してスタッフが積極的な技術的なサポートをすることにより、利用者の皆様が技術レベルを高めていくことをお手伝いいたします。また利用者の方々に交流を図っていただくことができるよう、アイデアソンやハッカソンなどのイベントを開催していきます。こうしたイベントを通してものづくりに向けたプロジェクトを形成いたします。最後にラボの利用に関して PR させていただきます。ラボでは6月より会員価格、利用価格の改定を行い、今までよりもさらに利用しやすい価格とさせていただいております。またさまざまな機材を利用することをできる新しいワークショップを今後もどんどん追加していきますので、ぜひご参加してください。さらに11月にはラボ開設1周年を記念してイベントを開催いたします。いかがでしたか。さまざまなデジタル工作機器を備えたものづくりの新しい拠点、メーカーズラボ豊橋。見学や講習会、体験講座など予約が必要ですが、あなたもぜひ一度訪れてみませんか。